おやおや。どうしたものやら。え？なんとなんと。でも。いえ。やめてください。おやおや、ふむふむ。こんにちは。すみません。ありがとうございます。モクレ飲んだっすね。アルコールの匂いがするっすよ。客が一杯おごってくれたから。いつもなら断るじゃないですか。気が向いた。飲んだら腹が減った。もうすぐ上がりっすよね。我慢我慢。今日のまかない金剛が当番みたいっすよ。金剛？ああ、そういやあいつキッチンスタッフだったな。どうしたんすか？あいつ動きいいよな。正式にキャストになったのもわかる。練習誘ってみたらどうすか？気が向いたらな。チーム B 結構うまくやってるっぽいっすよ。いや、新しいチームってのも面白いっすね。新しいチームか。気になるっすか？お前は？そりゃ多少は。環境って大事だと思うんすよ。それにあの水木がやる気を出したってのがね、いいっすよね。ふん。やり方が気に食わないっすか、水木の。木蓮は義理がたいっすからね。そんなんじゃない。あっちのオーダー取ってくる。いろいろ思うところあるみたいっすね。モクレンも本能の塊みたいなとこあるから。やあ、ヘビースモーカー。ああ、なんだ食うか。まだ着替えてなかったのかい？今日は W のレッスンだろ。
まだ時間はある。そういえば、モクレンとまたやり合ったんだってね。そんなんじゃねえよ。あいつがわがまま言い出したってだけだ。最近は静かだったのに。旧スターレス時代のトップ争いが再燃といったところかな。あん時より立ち悪いぜ。いや別に何でもない。水木たちのことがあってスターレスが浮き足立ってるってのはあるかもな。チーム B ができたことかい。それに長谷山がいらねえ介入してきやがる。 K も繋がってないとは言い切れねえしな。スターレス全体を見ようとする君の姿勢は尊敬するよ。でもまずはチーム W からじゃないかい。 W は問題ねえよ。俺が揺れなきゃいいだけだし、俺は揺れねえ。確かにそうかもね。君の町相撲は相当なものだし。ああ、ああ、つまり、うん、君は本当にスターレスの兄貴だし、そうあろうとしているのだろうなっていうこと。頑張って。へいへい。こんにちは。ありがとうございます。虫けらが。うわ、早いな二人とも。私より早いとは思わなかった。休校になったから早めに来て練習しようと思って。俺が一番乗りだと思ったのに。熱心だな。もっとちゃんとパフォーマンスしていっぱいステージ乗りたいじゃない。それに念願のスタメンだしね。もっとスタメン欲しいんだ。俺はチーム P で一番の下っ端だから、まだスタメンの演目もないし。ヤコ、誰からスタメンを奪うつもりだ。真珠か。俺？そうかもな。真珠に負けてるの悔しいし。渡さないからな。ここじゃ俺の方が先輩だよ。林道は先にいたとか後から来たとかそういうこと言わないだろ。そうそうなんだよ。林道はフェアでさ、そこがいいんだよな。トップとして信頼できるっていうかさ。お前ほんと林道のこと尊敬してるよな。養成所いた時も憧れてただろ。でもあの人。お前さ、あんな噂信じてるのかよ。そういうわけじゃないけど、でも林道はそんな人じゃないって分かってるだろ。ごめん、そうだよな。芸能界のゴシップなんて当てにならない。
お前たち、リンドウのこと本当にいいと思ってるんだな。そりゃそうだよ。ええ、そうですね。リンドウはいいトップだと思いますよ。いいトップね。トップにいいも悪いもないだろう。え、そんなことないよ。まあどうでもいいけど。レッスンしないならもっと場所を空けろ。せっかくだから一緒にやろうよ。断る。今外であの人に会いましたよ。ハリーでしたっけ。あいつまた来てるのか。ひどい言い方だな。弟子に志願してきたって聞きましたよ。私は弟子なんていらない。リンド、お前とは違う。僕に弟子なんていませんよ。真珠がいるだろ。名前をつけてやってたじゃないか。真珠は弟子じゃない、後輩です。僕がスターレスに誘いましたし、名前も頼まれましたしね。断れませんよ。先に店に入った方が先輩？バカバカしい。木蓮にはそうかもしれませんね。クーを誘ったのもあなただけど、先輩とか後輩とかじゃないし。そういうの全部くだらない。正直チームとかもバカバカしい。黒曜とぶつかったとは聞いてますけどね。ぶつかったってほどじゃない。そんなことにもならない。いつも通りだ。じゃあ何か変化が必要ですね。いつまでも同じってわけにはいかない。変化か。確かにチーム P は変わったな。水木が飛び出したからか。水木だけが原因じゃないと思いますよ。僕たちには変化が必要だったんです。どこに向かうのだとしても、新しいスターレスを目指すために。お前らしい綺麗な言葉だな。いけませんか。いや、実にお前らしくていいんじゃないか。上がりか。お、ああ、黒曜か。すみません、イヤホンしてて気づかなかった。珍しいな、お前がイヤホンつけて歩いてるなんて。何聞いてたんだ。デュアリング・ザ・デマイスですよ、チーム K の。最近ちょっと聞き直してて。別のチームの曲じゃねえか。でも新曲ですよ、あの二人の。あなただってそう思ってるでしょ。別に詮索したってしょうがねえだろ。どうせ K は今は何も喋らねえ。そうかもしれませんけど、でもチーム P の新曲だってスターレスらしかった。あれだって K が持ってきたんです。気にしないなんて無理だ。見ないふりなんて僕はできない。好きにしろよ、
てめえが何を探ろうと知ったことか。あれ、リンド、コクヨ、お疲れ様です。おお、お疲れ。お前も上がりか。今日もシフト入ってくれてありがとう。お疲れ様。いえ、明日は大学のゼミがあるんで、今日より少し遅くなります。それじゃあ、お先に失礼します。あいつ、チーム P に馴染んだな。真珠もいますしね、性に合ってるみたいです。真面目ですよ。振りももうだいぶ入ってる。トップを取られるかもな。まだ渡しませんよ。結局瑞希にも渡さなかったもんな。一度譲ってたら何か変わっていたかもしれませんね。責任感じてんのか。そうですね、責任は感じています。チームを混乱させてお客様にも迷惑をかけた。バタバタしてたのは確かだな。けどチーム P に限らずだろう。 K が来て、店が移転して、瑞希が新しいチームのトップに立った。バランスが変わりましたね。これからもいろいろ変わっていくんだろうな。変わらねえよ。スターレスは変わらない。あなたはそう言うと思ってました。悪いか。いえ、黒曜らしい。ちょっと安心しました。ちょっと、了解っす。あのさ、お疲れっす。おや、いらっしゃい。今来たところかい。こんにちは。あなたたちが並んでるとこってちょっと面白いね。お揃いコーデさせてみたくなる。お揃いコーデか。その発想はなかったな。けどそっちでやった方が可愛いだろう。驚いた。想像するだけで可愛い。もうアイドルユニットで売り出していい。面白いことを言うね、あなた。せっかくだから今度試してみようか。すみません、お待たせしました。クーさんの練習スケジュールと金剛さんのシフト表です。いや逆だって。俺が欲しいのが練習スケジュール。私がシフト表。これは金剛のシフト表みたいだね。すみません、もう一度打ち出してきます。ああ、俺のは後でメールで送って。データでいいから。わかりました。クーさんは私には紙でお願いするよ。悪いね、運営君。いえ、
用意してきますね。それより今後キャストって立場には慣れたかい？それなりに。体力だけはあるからね。チーム B の連中の動きについていけてるよ。それに話に聞いてたより自由だ。自由すぎてどうかと思うくらいにね。自由か。そうかもね。新しいチームか。水木もリコも今までのチームが嫌で出たみたいなところがあるからね。ちなみに今後他のチームの話はどんな風に聞いてたんだい？チーム K は厳しくて、 W はおらついてて、チーム P は揉めてるって。おっと失礼。失言多くてね、機微に疎いんだ。気にしないで、実際揉めてたし。そうは言われてもね。はい、お詫び。君にも。メレンゲクッキー？あなたが作ったの？キッチンスタッフだからね。美味しいじゃないか。何ですか？僕も食べたいです。ごめん、あれしかなくて。うらやましい。ねえ、希望あらば己の手で叶えるがいい。見るべきものがあるとも思えないが、黒曜と木蓮が気になるか。判定を頼まれたそうだな。人生には二つの道しかないというものもいる。お前にとって右とは何だ？真に気に入られたじゃないか。会話が成立してる。木蓮、レッスン後か。あ、ちょっとダンスのクラスに飛び入りで。人とバーレッスンをしたくてさ。気は晴れたか？多分ね。ちょっと変な癖がつきかけてたの、矯正できた。もちろん一人でもいいけど、誰かいると客観性が持てる。同じ動作をしている他人がいて、それが鏡に映って比較できるから。人からどう見えるのか、自分のダンスはどう受け止められるのか。正しいバーレッスンは自分の思い込みを矯正してくれる。それに無心になれていい。そうかもね。基礎は
自分のダンスを信じさせてくれる。根の腐った木は倒れるほかない。スターレスに来た当初のケイもチーム W に基礎のやり直しを強いたな。少し増えたってだけだろ。結局 W はやり方を変えていない。お前は変わっていきたいのか。多分ね。シンはどうなの？まだ決めかねてはいるが、守らねばならぬものもある。守るものって？はっきりとはしない。あんたらしい。雲を食って生きてそうだ。霞を食らうのは仙人だ。欲望などかけらもない連中だぞ。つまんなそうだな。ダンスなんて欲望の塊なのに。そこがブレぬのがお前たるゆえん。俺も見習わなければな。あんたが？道に迷うからこそ人は学問を必要とするのだ。着替えてくる。ちょっと合わせよう。勉強は嫌いか？踊りながらどの筋肉に負荷がかかってるか説明してもいいけど。ダンスに関係するお前の知識を疑ったことはない。サンキュー。木蓮、変わることは罪ではない。そんなこと考えたことない。考えたことがないのはどちらだ。人生には二つの道しかないというものもいるぞ。道なんて一つだ。私の道は踊ることだけ。ねえ、おはよう。瑞希もシフトサボってないんだな。なんだよ、また文句かよ。やめろよ瑞希。なんで木蓮に噛みつくの？こいつなんか俺に文句ばっか言うんだよ。気に入らないからな。瑞希の何が気に入らないの？お前が聞くかそれ。ああ、そういうこと？この間のステージジャック。ああ、俺はもう気にしてないよ。マイカもそうじゃないかな。ずいぶん寛大なんだな。てめえがいつまでもこだわりすぎてんだよ、バーグバーグ。お前に言われると腹が立つ。俺は P を出て楽しくやってんだよ。ぐちゃぐちゃ言うな。本当にお前は P が好きじゃなかったんだな。モクレ、やめてよ。林道のやつもな、大嫌いだったぜ。瑞希もやめて。嫌いだったからステージジャックしたのか。ああそうだよ。悪いかよ。いや、ただ無様だと思うだけだ。なんだと？やめろってば。真珠。違うだろ瑞希。嫌いだからそうしたんじゃない。何言ってるんだ真珠。ステージジャックしたのはそうしなくちゃいけなかったからだろ。
あの時水木にはステージが必要だったんだ。チーム P じゃなくてチーム B のステージが。やり方は悪かったと思うけど、でもそうだと思うから、だから俺は真珠。俺にはなんで水木があんなにリンドを嫌うのかわかんないけどさ。私にはわかる。なんでてめえにわかるんだよ。 W のトップが黒曜だから。木蓮も黒曜が嫌いだってこと？水木と一緒にするな、だが違うとも言い切れないな。譲りたくないだけだ。パフォーマンスでは水木は林道に、私は黒曜に。当たり前だろ、もう爪かつだってやってらんねえや。それもわかる。ならなんでグダグダ言うんだよ。あのやり方が嫌いだからだ。いきなりステージを乗っ取ったあのやり方が、相手と同じ土俵に立たなかったお前のやり方が。お前は林道から逃げたんだよ。直接対決もしないで。うるせえ。お前に理解を示す奴はいるだろう。だからチーム B はできた。それは私には関係ない。お前は相手の横面を引っ叩いただけだ。林道がそれを許したから、お前とチーム B はここにいる。もくれん。林道が成し遂げたんだ、お前じゃない。うるさいうるさい。まあどっちも私にはどうでもいいけど。いいじゃんそんなの、どうでもさ、絶対悪くない話やって。確かに。何してるんだいラン、お客様に絡んでるのかい。あ、偏見や。別に絡んでなんてないしなあ。ランの話を聞いてたんです。オーナーの知り合いだと言うから。そうやそうや、こいつも長谷山頼ってきたって聞いてさ。ほら、なんていうの、お揃い、イエーイ。ああ、俺そういうんじゃないんで。なんやノリ悪いの。仲良くやっているなら構わないよ。ホールのスタッフからの人もいたらしいですね。俺もそれから始められないかと思って。誰のことだい？夜行や夜行。ああ、確かに。でもあれは確か K が採用したんじゃなかったかい？そもそもスターレスのキャストの決定権って K が持ってるだろ。そうそう、だから長谷山じゃなくて K に交渉すれば。そうですか、では話をしてみます。それじゃ俺はこれで。けしかけたものだね。ノリでつい。だって面白いやろ。でもあいついいところボンボンすぎない？ここみたいな色物店でやっていけんのかな。色物店って分かっててけしかけるのもどうかと思うけどね。それにああいうのは意外に根性がある。私は一人知っているよ。マイカ？そう。ああ、強情な感じ。そういうこと。やっほー、オッケー。タバコ吸うの？とっくにやめている。へえ、昔は吸ってたんだ。子供の遊びだ。おっとな。それで？
何が？何か言いたいことがあるから俺を引き止めたのだろう。ね、Kから見ると今の W ってどう？黒曜と木蓮のこととかさ。貴様と黒曜のことではなく。うん、まあね、そこじゃなくてさ、俺とアキラが何だって聞きたいのか？別に、矢に入れに来ただけだ。アキラ、いるか？いや、いらない、自分のがあるし。アキラ、先ほどの質問に答えよう。俺はどちらでも構わぬ。木蓮と黒曜のどちらが W のトップに立とうとな。うわ、このタイミングで言う？アキラ、どういうことだ？どういうことっていうか、どうすんの木蓮、こないだからやり合いっぱなしじゃない？別に、どうもしねえよ。いいの、木蓮がいなくなってもさ。あいつは踊れなくなったら出ていくやつだ。好きにさせればいい。ちょっと合わせてあげればいい。それだけで木蓮は納得するけど。俺が？なんで？あ、そう。ほんと黒曜って昔から変わらないよな。他人には合わせさせるけど、自分が合わせることはない。他人が合わせるのが当然だって思ってる。折れるくらいなら相手をぶちのめした方がいいって感じ。そこまで言ってねえだろ。そう？俺結構巻き込まれてるけど。てめえが勝手に割り込んできてるんだろうが。ひどいな。友達助けに行ってるつもりなんだけど。そりゃどうも。俺一人でもやれるけどな。そういうことにしとく。でもさ、ほんと変わらない。変わりたくないってこと？変わるくらいなら誰かを殺す方がマシなんだよな。お前はあの時みたい。アキラ、知ってた？あれからもう15年以上経ってる。逃げるのかよ。忘れたことなんてねえよ。